まあ、我々このゲラーというアプリで情熱3ポイントやらせてもらったんですけども、まあ、なんかなんていうんですかね、その自分たちは普通にやってきたんですけど、なんかこうリスナーの方がすごい盛り上げてくれて、なんか本当リスナーさんシューターって呼んでるんですけど、シューターの方が盛り上げてくれたおかげで、なんかちょっとだけゲラ内でもなんかいい番組だぞっていう評判にしていただいて、でそれで我々またその本出す経緯も、なんか多分シューターさんたちがなんかその全てイベントとか本とかの出版の後押しを全てしていただいたような感じで、多分なんか我々の手柄って感じは一個まだないんですよ。で僕は最初本に しますって言われた時に、まあ、正直変なことしてるなと思ってました。そうですね、なんか企画も全部変で、ラジオなのに船でなんかこう遊覧しながら録音したりとか、はい、なんか変なことばっかするんで、また変なことしてるな。でも嬉しいです、本に本を出したことがない。もう本当に、はい、嬉しいんですけども、はいはい、最初、まあ、本読む習慣があんまなくて、なんか文字数多くて読むの大変かなと思ったんですけど、読み出したら1時間半ぐらいで全部読んでしまって、でなんか仲いい芸人とかリスナーの方とかからもコラムとか載せられてて、うん、なんかすごく嬉しかったです。なんか、はい、卒業式の後ぐらい の感じというか、なんかちょっとエモかったです。あ、エモいってこういう感じなのかなって、はい、僕はなんか自分 の質問とかでいくつかの質問に答える欄があるんですけど、なんか結構頑張って書いたつもりなんですけど、なんか改めて見ると全然面白くなくて、自分のなんかその結局シューターさんが送ってくれたメールがすぐ載ってるんですけど、なんか僕とかの僕の質問いらなかったんじゃないかなってぐらい消したいんですね。質疑応答があって、なんかちょっとだけボケたりしてるんですけど、はい、そのボケ方も中途半端で本当によくない感じです。反応は、はい、なんか芸人仲間からもなんか見たっていう結構いらっしゃいますし、どうなんですか、なんかそのやっぱその頻繁に見る雑誌っていうか本ではないので、はい、なんかその電車の中で見てたぞとか、そういったのはなんかその美容院に並んでたぞとかは聞いたことない。そんな派手なエピソード、なんかあの人持ってたぞみたいなないですけど、なんかちょっとずつですけど、なんか誰かが持ってくれてるんじゃないかなっていう、はい、手応えっていうか、正直僕らの芸人としての LINE 的に、はい、こう SNS とか見ててもうちの地元の本屋に置いてあった、その置いてあっただけで嬉しい LINE なんで、売り切れててここでは買えたっていうよりも あったってことだけが嬉しいみたいな本になってるんで、本当そうですね、はい、だからそのまずこの本自体を見つけるっていう作業かもしれない、はい、だよね。まあ、僕の地元の本屋さんには置いてなかったんで、あ、ないです、はい、ないですよ、ないんで、見つけたらラッキーっていう感じです、僕も。そうですね、ここにあった。あとは囲碁将棋のコーナーに置いてあるっていうパターンがあって、本屋の人って本を読まずに置いてるから、それがなんか藤井聡太さんとかの娯楽のところに、娯楽のその囲碁将棋の欄、失礼でしょそれ藤井さんに、谷川さんの横の高速の寄せの隣とかに、なんか置いてあったりとかして、意外とでも本、なんかこのラジオ番組 の構成上、そういう感想とかをもう寄せないでくれって言ってあって、なんか面白いメールだけをくれって言ってるんで、番組の性質上、はい、最初そう言ってしまったんで、この本面白かったですとか、はい、いう感想も届くことなく、Amazon のレビューでみんななんかそこ大喜利のコーナーだと思っちゃってて、いやそれはレビューがめちゃくちゃ荒れてます、ね、こいつが振ったんですよ。Amazon のレビューに大喜利してくれみたいな振り方したら、本当に大喜利してる方がたくさんいて、はい、だからめちゃくちゃふざけた本みたいになっちゃって、なんかエロ本みたいな書き方してくれそうかな。恐ろしいんですよ、そのなんか投げかけたら何でもやってくれる人たちがいるんで、でもまあシューターの方たちも多分喜んでいただいてるんじゃないかなっていう実感はあります。どっちベクトル、いいこと言おうとしてる、いやいや、ちょっといいこと、いいこと言おうとしてます。どっちのベクトルなんだろう、絆ですね。僕はなんか一個もう、はい、なんか
やってよかったなことだと思う。なんか最初にもう本作りますって言われる状態でこのお話もらったんで、本作りましょうかって言われたらいやって断ってたと思うんで、なんか勝手に進めてくれてもう作りますぐらい進めてもらって、なんかやってよかったなってすごく思ってます。僕はあのなんだろう、一番今までで一番いい1年で、あの今年も去年以上というか2023年みたいな感じでずっとこのままでいいなって珍しいそれ以上とかじゃない。いや、それ以上とか、はい、現状維持というか、現状維持というか、なんか難しいもん、現状維持。いや、もう全然もう十分でした、はい。そうですね、僕もあの今突っ込んだんですけど結構その気持ちなんかいい、なんかすいません、あのいい思いさせていただいたというか、あのなんかいや、それこそこんな記者会見なんかさせていただいたことないですし、これだけの方に集まっていただく機会もないので、なんかあんま行ったことがないようなところも行けましたし、はい、なんかいい1年だったとは思ってます。はい、いい意味で、特に最初からコンセプトもずっと変わらず3年間同じテンションでやれたかなっていうのがあって、でそれを心がけてます。なんかあの良くも悪くも変わらないというか、うん、はい、なんか第1回目聞いても最新回聞いてもなんか、まあ、同じような内容だよねっていうのを褒め言葉というか、はい、なんか同じ風に思われるようにちょっとずつマイナーチェンジはしてるとは思うんですけど、でもなんか、まあ、聞いてる方がずっと同じだよなって思えるような感じに心がけてます。始めた頃はあの、まあ、それこそザ・セカンドとかもなくて、なんか劇場しか出たことなくて、で今ちょっとだけそのなんかあの、まあ、ザ・セカンドきっかけになんかたまにテレビ出させていただけるんですけど、でもあの今文田も言ったようになんかあの言っちゃいけないこととか多分あると思うんですけど、それは言うようにしてます言っちゃいけないことをなんかこう言わなくなったらこのラジオは終わりなのかなって勝手にちょっと自分で思ってるので、2人の中でこの先仕事増えてって、はい、最終的に足引っ張るのはこの番組だなって思ってて、あの多分1回目から多分放送聞かれたら多分どっかしら問題点は出てくると思うんですけど、まあ、そういうの気にせずに、だ多分国と仕事したりとかしたらダメなんです。なんかオリンピックの開幕の時のあれじゃないですか、絶対この番組が足引っ張る、はい、でもあのそのでもそういうのをなんか二人で今もお互い、あ、でも文田も全然変わってねえなって感じますし、でそういうのあるんで僕もあ、これ言うしかねえかみたいな、はい、はい、って感じです。なんか僕は逆にやや弱いなっていうかやや強いんで、ちょっと強めのことをなんか結構あのこの番組では放送で言っちゃいけないようなことも言うって言ってたんですけど、意外とテレビとか行っても全然やってくれるというか、なんか僕がエピソードトークして受けたなと思ったら放送禁止用語で蓋をしてくるみたいな、なんかそれが3連チャンぐらい続いて僕びっくりしちゃって、全部放送禁止用語で潰してくるじゃんっていう、すいません、だそこは直してほしいです。ちょっと強すぎる、文田の食欲ですね、僕はあの食欲が、まあ、すいません、これもちょっと強いっていうか、本当にずっと食べ続けるんです。あのなんか目の前に食べ物あるとずっと食べ続けて、であの、まあ、このラジオは収録なんですけど、生放送とかでやらせてもらってるラジオも、あの自分のセリフ次くんの分かってるのに食べ始めて、なんか置いてあると食べちゃって、本当によく食べ物食べながら、さあ続いてのお前はみたいな絶対食べ物食べてる感じで、そうなんですよ、あの喋ったりするんで、その昭和世代 その4人兄弟で育って、なんか食べ物目の前にあるの食べないと他の兄弟に食べられるっていういや今は違うそのだ今は違うんですけど、でもそれで育っちゃうなんて、なんかだからハラスメント、なんだろう、なんか自分なんか多分心理的なものがあると思うんで、病院って直します。いやいや病院行くほどじゃなくてそういうやつだと思うんで、さあ可能性ある、食べたくて食べてるわけじゃないですよ、目の前にあるところだから今みんなで食事って少し残るじゃないですか、それ全部食べちゃうんですよ。それでも本当そうなんですよ、ずっと食べちゃうんですよ。
多分そういうやつだと思う直します。それがさ全くしてなくて、で佐古さんが知ってるのか知らないのかも分かんなくて、一応いやそうだ、冷静に考えたら一回もコンタクト取ったことがあって、はい、でいやその本当にアングラでやってたんですけど、こんな記者会見開かせてでいいでしょうか。佐古さん番組の中でも最初は佐古さんのことをあの漢字で佐古って書いてたんですけど、ちょっとカタカナにするっていうやり方で、であのリスナーの皆さんも佐古って打つときは全部カタカナにしてくれるとか、なるべく本人に届かないような形でやってるんですけど、なんかそう考えるとあの着々と終わりの始まりが近づいてるような、はい、なんか本当になあの密かにやってたんですけど、ここまでの大規模 なんかこんな会見開かせていただくと、なんか終わりそうな気がして、佐古さんに、佐古さんの耳に届かないようにやってたんですけど、ちょっといよいよかな、はい、怒られて終わるには全然、あ、そうですね、あの、はい、怒られて終わる、佐古さんが、いやもうムカつくから終わらせてくれって言われたら、あの特に言い訳することなく終わろうと思う。届かない、届かないことを祈っているんですけど、はい、はい、すみません、勝手にお名前使わせていただいて申し訳ありません。いや、ありがとうございます。すみません。で、この度、情熱3ポイントの、公式ブック発売しておりまして、皆さん、シューターの皆様に支えられて3年間やらせていただきました。今後もね、続けていきたいんですけども、まあ、あの番組の性質上、いつ終わるか分かりませんので、はい、あの皆様、逐一チェックしていただいて、終わるまでお付き合いよろしくお願いします。はい、あのこの度は、こういった場を設けていただいて、はい、あのシューターの皆さん、はい、リスナーのことをシューターと呼んでいるんですけど、そうですね、あのこの番組の性質上、皆さんのメールが面白いかどうかで番組のクオリティが決まってますので、どんどん面白いメール待ってます。あの全部どこも添削することなく削除することなく全部読みますので、思いの丈をぶつけてください。俺らのトークは、トークはどうなの。トークは足を引っ張ります。トークは足引っ張る、あまり良くない話ばっかりしてるんで、そこ直します。すいません、はい、これからも引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。